はいどうもピューキンです。今日もトロルコース一発マリオやっていきますか。で今日のトロルコース、ホームメイドグームブレッドカッコトロールということで、クリボーの手作りのトロルコースということでしょうか。これね、ツイッターでぜひこのコースやってくださいって送ってきてもらったんだけど、クリア率見て、何よこのコースは、鬼畜なトロルコースじゃないんですか。こんな難しいコース送ってくんな。それは冗談として、送ってきてくれた方どうもありがとうございます。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.57%。 そういや手作りといえばさ、僕スマホの壁紙を作ってツイッターで配布したんだけど、あれ使ってくれてる方いるのかな。クオリティをまあ使ってくれてる方どうもありがとうございます。じゃあここは一旦キノコを取る、そしてオンをして P スイッチを踏んでドアに入れませんね。コインが下に行きました。いやでもこれ下に行けばワンチャン何かあるみたいな。開幕なんもねー。まあまだオープニングにもなってないね。あと3回引っかかったぐらいで本編開始っていう感じだよ。さっき起きたばっかなんすよ僕。なんでプレイスキルも頭も回っておりません。なんでこんな僕を許してください。皆さんが許さなくても僕が許しません。さあここでパワーブロック叩いてリンクを取る。隠しブロックはずるいですわ。パワーブロックを叩いた瞬間すぐ左のトゲメンティーを取る。いやさっきと違うやんか。おかしいこのコース、もしかしてトロールコースなんじゃないかなと僕はそう呼んでおります。さあ無事にマスターソードとトゲメンティーが手に入れれました。うわ何もない感じだね。なんでこのブロックを壊してこっちの土管に入る、多分これが正解だと思います。で次はあのブロックツタなんじゃない。なんで壊さないようにこの爆弾置いてみる。いや違う、そっちだそっちだ。あぶねーここに置くんだって、もう汗夜捨てじゃねえか。うまいな背景で隠して。えこれどうやって行けばいいんだろう。あここで投げればいいのかな。あーそういうことね。今ので確信したね、このコーストロールコースだね。じゃあここで爆弾置いておけばオンオフが変わるっていうことでしょう。さあ入れよ聖なる地だ、そして僕に光を示すがいい。さあこの50コインを信用していいのか。僕は50コインを信用しない、常に左に。なんだ今日は50コインを信用していい日なのか。決めた、今日の晩ご飯刺身にしようかな。であえてその刺身用の魚を焼いたり鍋に入れたりしていろんな食い方をして食ってやるぜ。ここどうやっていくんだろう。バネに乗って左を出発かな。一旦左を出発していい。左を出発なんもないね。それでもバッテリーが少なくなってるんだけど大丈夫ですかねバッテリー。じゃあここは一旦右を出発。これでいい。ああこれでいいんだね。いやー危ねえ、雲もなくなるところだった、バッテリーと一緒に。それじゃあここは一旦オンオフをするしかないのかな。右に行ってもブロックは壊れないね。なんでオンオフをする。そしたら、あーなるほどね、バッテリー持ってくれるかな。まああえて充電しません。そのことによって面白いタイミングで充電が切れてくれるんじゃないかなと期待しております。さあここで BK 魔法エクスプロージョン。エクスプロージョンじゃないじゃんけん。こっちも間違ってんじゃねえか。ここはこの場所で着火して何もしておかなかったらいいっていうことなんだね。いやそんなことよりもバッテリーがいつ切れるかめっちゃ気になるんだよね。頼む笑いの神様、僕に力をちょうだい。いいタイミングで切らしてね。さあここで中間ポイント、あビッコインコース、あ4つ集めなきゃいけないみたいな、あ3つか、なんか右上に、あやっぱそうだよね。うわ今気づきました。いやいや全然全然ピンコインコースも僕好きだもんね。じゃあここは、まあ、速攻ピンコインくれるんだね。右はいけない、しゃがんでみます、そしてすぐ左に。なるほどね、もう全てを理解してません。これどっかでオンオフ変わったよね、あの線の場所かな。ここで右を進化するみたいだ。なるほどね、そんでオンオフができるみたいだ、そんですぐ左に行く。何をあなたは待ちなさいって、何をそのしてやったりみたいな言い方、落とせこか。失礼、とりあえず心にも思ってない失礼と言っときます。じゃあここで土管に入ります。ここに入りませんよ、バレー。下の方に寄っておけばいいのか。どの辺でバネを避けるかだよね。一旦ここまで行ってこの辺でいいか。バネ
次はしっかりバネを返しよう。多分この地下ブロックのところに追っておいたら大丈夫なんじゃないかな。そしてこの鉄球は当たってもいい。そしてこの先は P スイッチがあるんだけど、 P スイッチ踏んで、あれ、あ、わかったわかった、あの四角の枠にコインがあったじゃん。あのコインが落ちるより早く P スイッチを踏めってことだろうね。いや、この仕掛けはうまい。なんでここのブロックが壊れたらすぐ左にダッシュして早く P スイッチを踏まなきゃいけないんだよ。そしてなんでコインが落ちるもんね。さあ次はハイヒール、落ち着いていこう。一個一個行きたいと思います。落ち着いたら罠ぐらい回避できることを証明したい。今のね、皆さんお分かりになったと思います。落ち着いてもドロールコースはクリアできないということ。ならば全部急いだらどうかなと僕は思うんですよ。なんでめちゃくちゃ急ぎます。はい、ここも全部動かす。早く次に、早く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 、次はどこ、これ降りていけってか、どけばね。ハイヒールを捨てて下に行けば、あのドアに入れるっていう感じだね。いやー、本当にわかんないね、こういうハイヒール系とかさ、先が見えないもんだって。50コインは信用していいのか。なあ、僕は信用したいと思います。何震えてんの？怒りで震えてんのはこちらだ。コインを信用していいトロールコースってあるんかな。トゲスを振ってこないのかな、大丈夫。あ、大丈夫だね。で、こっから下に行けばよくこれ引っかからなかったと思いませんか。これで中間ポイントか。それじゃあ次の場所に行きたいと思います。はい、それじゃあ次は青の土管だね。中間ポイント取ったら USA キノコもらえたんだよね。あ、でもここでデカキノコ取るから意味ないのか。上って書いてるな。下じゃないよ。もうここは分かりました。早く上に行けと。危ないですわね。わかってます。そこにツテがあることはさっき見えたんですよ。で、ここで USA キノコは取らない。なるほど、リンクまで行かなくちゃいけないのね。あ、左上帰ってるね、 USA 取れたって。じゃあ取らせた。早く先方で行ってみる。早く行きます。そしてリンクを取った瞬間すぐ左、これで行けるんだね。いや、今回のピンコインコース数は少ないけどめっちゃ一個一個が長いよね。じゃあパンを押してこっからどうするかなんだけど、なるほどね、こっちに行けと。いや、こっちがまだワンチャンあるよ。そんじゃここはさ、パンを叩くじゃん。そんで P スイッチが出てくるより早く上に行けと、そういうことですね。これ P 踏んでよかったのかな。で、ここのドア、絶対このドアだよね。そして、え、これさっきの場所じゃないの。あ、ここでファイヤーフラワーを取れみたいな。おねー、もうこのコースの全貌のここだけ理解しました。じゃあここでファイヤーフラワーを取る。そんでオンオフをして戻れっていう感じなんかな。あー、そういう感じだね。で、さっき氷ブロックがあったじゃん。この氷を溶かせと、そういう、あの1個溶かせ。バッテリーが少なくなっています。確かにバッテリーの数も1個だね。頼む、バッテリーをこのコースが終わる前に切れてくれ。見てる方もきっといつ切れるんだとそわそわしている頃なんじゃないんでしょうか。じゃあここは一旦左で何もしない。そんであの USB をかわして、こっから先右は分かちない。ただ右になんかいるな。一旦このちくわブロックを落としておいて、このピンスイッチ踏んですぐ左、うわすぎる。絶対これだと思いました。そしてここでもうピンコインコースは終わりでいいよ。なんか終わりっぽい雰囲気でもなさそうだね。で、こっからツタか、ツタに行けばいいのか。ツタを信用するよ僕は。ウケムス、このコースは一つのピンコインに対しての長さが半端ないよね。こっちでいいのかな。じゃあ、あ、ここでいいんだね。そしてここで鉄球で下に落ちていけみたいな。あー、なるほど、これで中間ポイントゲットっていう感じだね。はい、それじゃあ次はラストの土管進んでいきたいと思います。残すはゴールのみ。ここは10コインして、いやー、ここはすぐ上に逃げろっていうことだね。そんでこの四角の枠はなんもないね。じゃあこのボム兵を爆発させて、頭パッカーン。今の頭パッカーンで僕のエンジンが温まってきたね。もしかしたら僕は頭パッカーンでエンジンがかかるシステムなんじゃないかなとそう思うわけなんですよ。何を言ってるんでしょうかね、僕は。どうも意味わかんない系 YouTuber です。え、この土下座をどうすればいいんだろうね。こっから右、あれ進めないよね。
ここはさ、一旦トゲゾウを出しておくじゃん。そして右まで行ったらトゲゾウがこっちに来るんだよね。なんでそのトゲゾウをジャンプしておけて右に滑った、そういうことですね。矢印は信用していいんでしょうか。僕は信用しないと。やるじゃないか矢印よ。そんなに意思表示をしてるから僕は信用してしまったぞ。それじゃあここは左を出発して走って USA を取る。USA を取らせて、 USA 取ってこのメットを投げればいいんじゃないかな。さあ行こうじゃないか。ピカすぎ。絶対もう終わり近いと思うよ。ここで月をかわすことができれば月だけにムーン。寒いんだよ。避ける時にブーンっていう掛け声は寒すぎる。じゃあこの扉に入っていきましょう。ナイスパウ様だね。このパウ様は信用していいんでしょうか。一旦パウ叩いてすぐ左。なるほどね。いやでもこれ引っかかったって思うでしょう。下の隙間にくぐればいけると思います。皆さん見ててください。それじゃあ行きます。うわーっ。語彙力ゴミすぎたね。それじゃあここさ、隠しブロックが出てきたから、この隠しブロックを叩いておいてパウをしたら先に進めるっていう感じだね。さあ進んでいきましょう。これさっきと一緒だよね。なんで右下と思いきや今度は綱が正解みたいな。ナイス。でこの下に行けば中間ポイントで、よしよしよし、これでピンコイン全て集まりました。さあ鍵ドアに入っていきましょう。これでゴールさせてくれるんでしょうか。どうなる。ここマジで重要な場面だよ。慎重に行った方がいい。なんでマジで集中したいと思います。鍵を取る。そしてここからすぐ右。この崖が、いや、やられたのはいいんだけど、鍵は？よかった、鍵手に入れれただけ。いや、よくあるじゃん、鍵手に入れたらまた最初からやり直しみたいな。それじゃないだけ、本当によかったね。あ、これで右の鍵ドアの方に進めるのか。もうそろそろマジでゴールなんじゃない。まだ？いや、絶対ゴールって思った。この地下ブロック、降りた瞬間すぐ左。いや全然これで合ってる。でここは綱でしょ。いや調子いいよ。最後はこのままゴールまで突き入っていきましょう。ここは縦で押せっていう感じですかね。何が来てもいいようにこの場所で待機しておきましょう。どうしてくれんだこの前に出した盾をよ。先が見えない。バッティングが少なくなっています。なかなか切れないや。だってにもうそろそろ切れてもいいんだぞ。面白いところで切れてくれると。ここで USA を取る。マジで待ってるんだけどね。もうこのまま意外とゴールしそうじゃない。え、これは何。新耐久っていう感じですかね。もうこんな新耐久はさ、もうぬるいからむしろ新耐久と呼ばないと思うんですよ僕。じゃあ何なのかって言ったら、プチ死に耐久だ。ここは雲を抜いてすぐジャンプしてバネ攻撃をかわすと、そういうことだと思います。でこれはもう鉄球以外にない。あ、やっぱそうだよね。ジョージャ不安定だな今日の鉄球は。いや、なかなかゴールさせてくんないね。最後の鍵ドアからが本当に長い。それじゃあ次はこの右のブロック開かないね。このハテナは何。くっそやっぱこのキノコ。うわ、なんでよ。これも新耐久っていう感じですか。なんなんですかこの顔は。どういう時にする表情なんだその顔は。相手の策略にはまろうとするな。落ち着いていこう。ここはキノコを取ってすぐ上に行く。そしてこれは、いや全然全然。ですぐ右の土管に入ると、バレえ、これは、え、どうやって死に耐久を用意してんか。いや思ったんだけど、正解っぽい方に行ってことごとくやられてるじゃん。なんで罠っぽい方に行けば結構正解するっていう確率が上がると思うんですよ。なんでここは下が罠と思うでしょ。なんで上が正解。え、チェックポイント戻し。あ、でもなんかツタの音がビビらせやがって。こっからゴールできるっていう感じなんじゃないんですかね。いや、ツアツアツ、ほらほらほら、待って、キノコ、このキノコさえ取れれば。いや、USA がいるの。え、どうやって USA 取るんだろうね、この人は。で、ここで USA があるけどさ。待って、USA とかあった。
あ、もしかしてさ、中間ポイントのあの旗に触れば USA じゃん。あ、それとペグオリジナってことか。いや、これ何これ知りたい球面白そうな知りたい球じゃねえか。え、これどうやってすればいいんだろうね。オンオフに当てるという感じか。なるほどね、こうやって知ってあのオンオフにどんどん当てながら、いやこれ地味に難しいと思うでしょ。でもね、結構簡単っぽいね。ここでバネに当てることさえできればどんどんオンオフしてくれると思います。いや面白いね、なんか今回のこの新耐久新しいね。いや全然こんな新耐久を求めてたんだよな、まあ、あまり何やってんのね。追い出されるところでした。多分これでやられてまたやり直しっていう感じでしょう。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、もういいんだよこのネタは。死に耐久をしたらエンディングを流すやつもうやめなさい。まあこれでゴールできると思います。皆さんもう安心してみてください。長い間ありがとうございました。これでいやポイントエンド。頼むユース逃げないで、ゆっくり行くから絶対に逃げないでよ。どうなるあのユースで、くっどっから逃げるんだ、早くパーイ。僕さ、めっちゃ怖いこと思ってて、さっきさ中間ポイント取ったじゃん。なんでピンコインをもう一回集め直さなきゃいけないのかなって。上にツタが出てきてくれればいいんだけど、え、マジで、え、また最初からやり直し、うわ、つらー、つらーよ、お母さん。もうみんなにもこのつらさを味わわせるために今からノーカットで、しかも無言で全部流していきたいと思います。3つ集めるまで覚悟しておいてください。あ、ワン、あ、ツー、忘れてたー。いや、無事ノーミスでここまで来れたね。で、この先ファイヤーは出てくるんだけど、一旦右に突っ切ってみよっか。そしたらね、すぐ USA が取れると思うんですよね。ここら辺で USA が出てきた、きっとこれでゴールでしょ。いや、本当に鬼畜だったね、このコース。もう Twitter でね、このコースを送ってきてくれた方、マジで奪われてる。いや、まあそれは冗談としてどうもありがとうございました。そして高評価ぜひお願いします。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオブルースター挑戦状ということで、このコースね、人気ランキングにあって、コースの全貌を詳しく無理で少しだけ見てみたんですよ。そしたらさ、砲台の闘技場みたいな形になってたんだよね。多分だけど砲台から何か出てくるから、それをかわし続けろっていうことだと思うんですよ。いや、すごい面白そうじゃないこれ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.69%。 まあトロールコースでもさ、見えない罠を避け続けるこのピオキング、見えてる仕掛けなど造作もないことなんですよ。さあ行くぜマリー、このコースをクリアして避けキングへと昇格をしたいと思います。いや、めっちゃ速くなかった今の砲台。いや、やっぱ速いよね。で、左の砲台も遅い。いや、なるほどね、この下の砲台移動し続けてるんだね。動画じゃ伝わりにくいと思うんだけど、めちゃめちゃ動かしにくいんだよね。下の砲台がさ、右に高速移動してるから、左にちょっと行っちゃうの。普通にジャンプするだけで、見てて、ほらほらほら、やっちゃった。まあ僕の手にかかればこのくらいのコース全然ぬるくないね。頑張ってクリアしていきましょう。そして最近コメントでさ、何々ないねとか言う言葉あるじゃん、難しくないねみたいな、想定外だねみたいな、それをさコメントでしてくれてる方がちょいちょい増えてきて、ちょっと焦るんだよね。ピオキングさんの動画を見るのは恥ずかしいと思いませんみたいな。しかも丁寧にさ、その思いませんは続きを読むしなきゃ見れないみたいな。俺なんかいい方法ないんかな。左の球に乗り続けてみる。右の球無理じゃん、速いから。いや、これ全然あり、これがきっと攻略王だね。左の球に乗り続けることができればゴールができるんだ。簡単なことじゃないか。見た目だけは、そう、見た目だけはね。大丈夫ですかね、この動画すごく地味な動画になってると思うんですよ。動画化をしようかなとか考え始めてる頃ですね。ただただ球を避けるだけというすごく地味な動画でも、僕の手はすごく忙しいんですよ。めちゃめちゃカチャカチャ、却下だ。左の球に乗り続けるのはむずすぎる、諦めよう。なんで今度は玉と玉の間に入って右から出てくる玉いパヤ、玉いパヤってなんだ、反対だ。
なんだよ。可愛くらしく言ってもダメだからな。このコースター全然可愛くないんだから。右から出てくる速い球をかわしながら進んでいく、これだったらなかなかいいんじゃないんですかね。さあそろそろ28秒、最速が28秒。なんなんだそれは。最初からこの方法でやればよかった。すごい無謀なことしてたね、全部の球に乗り続けるなんて。で28秒経ったら砲台がぶっ壊れるっていうのは分かったから、多分ねその辺になったら球に乗っておかなくちゃいけないと思うんですよ。そろそろだね、次の球が出たらここで乗る。さあこれで僕は届け。もうよくない？もうゴールシーンだけお見せすればよくない？もうカットしてもいいんじゃないかな。ゴール前までの28秒、もういらないと思うんですよ。ただただ球を避ける動画とこんなんじゃみんなを飽きさせてしまう。でもそうならないように僕が面白いことを喋りたいと思いますね。さあそろそろ28秒経つ。次こそ絶対にゴールしてみせるよ。大体もうコツはつかんだね。ここで、はいはい、やったどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。